陽子篠原、アイアンバカリズム、このドラマはイップスの作家と刑事が事件に巻き込まれて、会話術だけで犯人を追い詰めていく痛快ミステリーコメディです。毎回登場するゲスト犯人との掛け合いをお楽しみに。イップスぜひご覧ください。 See you。 陰でこそこそ人の悪口書きやがって楽しいか。ミステリー作家だから事件を認知しないからそうやって研究して高めてるんでしょ。そんなことやってないですけど。私犯人を追い詰められないんです。人を殺した犯人がどうのうと生きててもいいの。あんたそれでも刑事。電撃ウィッチマヒロ。やっぱり私のこと疑ってるんですか。イップス4月12日金曜夜9時。刑事のくせにネットでアンチやってんの。刑事だからアンチやってるとこないでしょ。最悪の刑事だな。